皆さん、こんにちは。こんにちは。今回は、地球に現れた最初の大型動物群、エディアカラ動物群について解説するよ。なんか、古生物って感じの響きだね。そうだね。きっと、古生物と言われてイメージする生き物たちの話を紹介できるだろう。どんな動物なの？はっきり言って、何が何だかわからない。現代の生き物とも、エディアカラ以降の古生物とも似ていない。奇妙な形態を持つものが多い。そんなに違うの？後で解説するように、全く違うわけでもないんだけどね。今回はそういった生き物の紹介や、なぜエディアカラ動物群が現れたのか、どんな地球環境だったのか、そして大きな二つの謎について解説するよ。細かい内容はこんな感じだ。なお、このチャンネルは、生き物の進化や生態をざっくり解説する科学チャンネルです。興味のある方はチャンネル登録をお願いします。それでは始めよう。まず、エディアカラとは地名だよ。1947年に、オーストラリアのアデレードにあるエディアカラ丘陵で、発見された化石群が、エディアカラ動物群だ。場所の名前なんだね。発見者はレック・スプリップだ。ただ、スプリップは、化石の存在を報告してはいたが、その重要性に、最初は気づいていなかった。どういうこと？簡単な年表で時代を整理しよう。地球の歴史は、冥王代、太古代、原生代、原生代に区切られている。約46億年前に地球ができて、34億年前には微化石という生き物が存在した証拠があった。そして23億年前には第一次全球凍結が起こった。この頃にシアノバクテリアが誕生し、地球の酸素濃度が増え始めた。その後、プロテオバクテリアという酸素呼吸できる生き物が現れ、それを細胞の中に取り込む生き物が現れた。それが私たち真核生物の祖先であり、大体20億年前のことだ。この辺りの流れについては過去動画で解説しているよ。そこまでは今までに解説してたね。原生代最初の時代をカンブリア期という。エディアカラ期は 6.2 から 5.41 億年前のことで、原生代最後の時代、カンブリア期の直前だ。当時、化石が出てくる最も古い地層はカンブリア期だと考えられていた。見てすぐわかる化石が出てくるから、原生代という名前なんだね。しかし、エディアカラ動物群が現れたのは、カンブリア期直前のエディアカラ期なんだ。じゃあ、エディアカラの化石は最初、カンブリア期より後の生き物の化石だと思ってたんだね。そういうことだよ。しかし後からしっかり分析したら、カンブリア期より前だと分かったんだ。すごい大発見じゃん。そう、思い違いもあったが、大発見をしたことに変わりはない。エディアカラ動物の一つには、スプリップの名前を取って、スプリッピーナと命名されているよ。虫みたいな形だね。アデレードのエディアカラ丘陵は、化石の産地として今も有名だ。他にも、中国のヤンツー、カナダのニューファンドランド島、ロシアの八海、ナミビアのナマなど、世界各地の地層から、エディアカラ期の化石が見つかっている。一部ではなく、広く分布していた動物群のようだ。化石掘ってみたいな。さて、発見の経緯を説明したところで早速、エディアカラ動物群を紹介しよう。エディアカラ動物群は現在、約70種とされている。その中から、独断と偏見でいくつかピックアップして、さっくり特徴を見てみよう。最初は一番大きい、ディッキンソニアだ。平べったいね。そうだね。ディッキンソニアはエディアカラ動物群の代表的な種で、体長は 1.2 メートルほどあったと言われている。この形で 1.2 メートルって、あんまり想像できないな。小学1年生の平均身長ぐらいだよ。ディッキンソニアは、というかエディアカラ動物群はみんなそうなんだけど、あんまり動かなかったと考えられている。じゃあ、どうやって餌を取ってたの？その辺は諸説あるんだ。光合成生物と共生してたとか、海底の微生物マットを食べてたとかね。マットがあったの？今の海底では見られないけど、この時代は、シアノバクテリアなどの微生物がバイオフィルムを作り、海底をマットのように覆っていたと考えられているよ。微生物マットは割と大事なので、また後で出てくるよ。他に有名なのは、シクロメジューサだ。なんか強そうな名前。クラゲっぽいね。シクロメジューサは大きくても20センチほどだった。クラゲに似ているが、クラゲの特徴とは違うし、ほとんど動かなかったと考えられている。それに最近では、微生物のコロニーだという主張もある。こっちもあんまり動かないんだね。では、ちょっと変なやつを紹介しよう。なんか模様みたいなのがある。これはトリグラキディウムだ。3つの曲がった腕のようなものが体の中心から伸びているね。これは確かに変な形だね。トリグラキディウムはろ過食といって、水流に乗ってやってきた微生物をこし取って食べていたようだ。流体力学的シミュレーションによると、3つの腕が体の中心側への水流を作り、水流を緩和しながら、接触部位に微生物が重力で落ちてくる形になっている。変な形にも意味があるんだね。ちなみに8本のやつもいる。増えた。エオアンドロメダだよ。トリブラキディウムとは多分、食べ方が違うと思う。この2種も十分変だが、実は、まだマシな方なんだ。例えばコロナコリアだ。
な、なんなのこの生き物。さあ、30センチ程度の大きさらしいが、本当に復元図が合ってるのか、疑いたくなる形だ。他にも壺のような形の生き物もいる。アウジアやユリキア、ハウジアだ。なんか不気味な形してるね。復元図のせいかもしれないけどね。ちなみにハウジアとは、悪魔という意味だ。発見者も不気味に思ったのかもね。ちなみに、ハウジアからは、エディアから動物群の中で、最初に金銭絵が見つかっているよ。他にも、葉っぱに似た形の生き物もいる。ランゲアだ。多分、エディアから動物群といえば、このイメージがあるんじゃないかな。植物みたいな形だね。形は葉っぱだけど、動物だと考えられているよ。ランゲアには近縁種がいて、その一つがチャルニアだ。大きいものだと、2メートルの化石が見つかっているよ。で、でかい。エディアから動物群を紹介する上で、キンベレラも欠かせない。貝みたいだね。そう、軟体動物の祖先種ではないかと疑われているよ。貝のような形をしていて、柔らかい殻を持っていたようだ。柔らかい？骨の破片が組織内に散りばめられていたようだ。現代の貝のように石灰質の硬い殻ではなかったようだ。また、歯舌を持ち、微生物マットをかじったと思われる生根化石も見つかっている。さて、紹介しだすとキリがないから、最後にそれっぽい生き物を紹介しよう。ケレッサだ。おお、三葉虫みたい。2005年にロシアの八海で見つかった、3センチ程度の生き物だ。この姿は三葉虫に似ているね。三葉虫ではないの？三葉虫ではないけど、頭部と胴部があるという、説を持つ点が似ている。5.55 億年前の岩石から出てきたので、カンブリア紀直前だ。なお、最初に紹介したスプリッピナもカンブリア紀直前の地層から見つかっている。進化上のつながりがあるのか、今後の進展に期待したいね。どんどん新しい化石が見つかるといいね。さて、一番気になるのはやはり、なんで彼らが誕生したのか、だろう。そうそう。なんでいきなりたくさん、変な形の生き物が出てきたの？その原因には諸説あるが、有名なものを紹介しよう。全球凍結による多様化だ。全球凍結が多様化を促したという話は、聞いたことがある人も多いだろう。なぜそう考えられているのか。進化のメカニズムの観点から、全球凍結の影響を説明してみよう。時期はおよそ7億年前だ。7億年前に全球凍結したってこと？そう、7億年前とは、エディアから紀の前、クライオジェニアン期だ。なんでまた全球凍結が起こったの？理由については様々推測されているが、大きく2つの仮説がある。超大陸の分裂と、スターバーストだ。超大陸の分裂？約11億年前、地球には陸地がまとまった超大陸があった。ロディニア超大陸と呼ばれているよ。そして、およそ 7.5 億年前、ロディニア超大陸は分裂し始めた。まとまることがあれば、分かれることもあるんだね。これによって何が起こると思う？大陸が細かくなるだけじゃないの？分裂したところから、風化した岩石が海に流れ込むんだ。岩石？岩石には、珪酸塩の鉱物が含まれる。こいつが海中の二酸化炭素と反応して、海に沈み、炭素を隔離する。さらに大陸の分裂は海沿いの場所を増やすので、これまたガンガンと岩石を風化させる。このプロセスで温室効果ガスが減少したというのが、超大陸の分裂による説明だ。大陸が分裂したから、どんどん珪酸塩が増えたんだね。あと、全球凍結とは別に、超大陸の分裂は酸素濃度を高めたのではないかと考えられている。岩石に含まれる鉄は海中の硫黄と結合して硫黄鉄鉱となる。これにより、海中の硫黄濃度が低下する。確か、当時は表層に酸素があって、その下に硫化水素がある海だったんだっけ？そう、キャンフィールドの海だね。硫化水素は硫黄を使って代謝を進める、硫黄細菌によって作られる。だから硫黄が少なくなる変化は、酸素を作るシアノバクテリアに有利と言えるだろう。酸素王国が順調に勢力を広げてるね。もう一つの仮説が宇宙規模のイベント、スターバーストに関連するものだ。かっけえ。銀河同士の衝突により、新しい星が作られる宇宙イベントだ。これにより、地球へ降り注ぐ宇宙線量が増加し、地球大気が温化しやすくなる。すると雲核という小さな雲の種ができる。これに水蒸気がくっつき膨らむことで雲になる。つまり地球規模で、ずっと曇りの日が続くことになる。それは寒そう。そう、雲は太陽光を反射し、冷え込むことになる。これが全球凍結の引き金となった、という仮説もある。どっちが正しいの？なんとも言えないかな。どちらもあくまで仮説だから。どっちも違うかもしれないし、どちらも効いているかもしれない。分析待ちってことなのかな。さて、原因に諸説あれど。約7億年前に大氷河期に突入したことは、地層や地磁気の記録から強く支持されている。全球凍結に至った、スターチアン氷河期とマリノアン氷河期だよ。2回氷河期が来たの？そう、もう少し詳しく言うと、7.2 億年前から 6.4 億年前の間に2回だ。1回目の後に大規模な火山噴火があったようなので、それで一度温まって、また凍ったのかもしれない。3
先に訪れた氷河期をスターチアン氷河期、後の氷河期をマリノアン氷河期と呼ぶよ。両方の氷河期で、それぞれ全球凍結が起こっている。どっちも丸ごと凍ったの？そう、赤道付近まで氷河が伸びたようだ。今のところ、23億年前のものと合わせて計3回、全球凍結が起きたと考えられているよ。地球って、割と凍ってるんだね。でも、全球凍結したら生き物は滅んじゃうんじゃないの？いや、全球凍結中でも、暖かい場所があったんだ。そしてそれが、次の生き物たちの時代に繋がったと考えられているよ。では、エディアから動物群の誕生について解説しよう。全球凍結は当然、生き物の活動を低下させた。海は1キロ以上の氷で覆われて太陽光が減少し、光合成生物の活動が抑えられた。さらに、マイナス40度以下となった気温は岩石の風化を遅らせるので、陸地からの鉄やリン、窒素など栄養素の供給が減少したんだ。何もいいことないね。しかし、暖かく、栄養が供給される場所もある。例えば、火山や熱水噴出口のあたりだ。そういうところは暖かいままなんだね。陸地に生き物がいたかは議論があるけどね。この文字通りのホットスポットは地球上に点在している。現在でも数百以上あるのだから、過去にはもっとあったはずだ。でもさ、熱水噴出口って、海の底にあるんだよね。光が届かなそうだけど、光合成してた生き物がそこで生きられるの？もちろん、光合成とは要求するエネルギーも、代謝方法も違う。しかし、生き物は複数の代謝経路を持っているパターンが多い。え、そうなの？人では糖質制限ダイエットが流行っていたね。人は脂質からエネルギーを得る、ケトン代謝も持っているんだ。また、ブドウ糖を食べさせていた大腸菌にブドウ糖を与えるのをやめ、代わりに乳糖を与えるようにすると、遺伝子を切り替えて、乳糖を代謝可能にする。つまり、いくつかの代謝経路を持つのはよくあることなんだ。じゃあ、当時の光合成生物も火山とか熱水噴出口で生きてたかもしれないんだね。そうであっても特に不思議じゃない。そもそも祖先種は化学合成を行っていたのだから、その遺伝的基盤を持ち、再獲得だって比較的容易なはずだ。そして大事なのは、ホットスポットが点在したことのようだ。点在？ホットスポットは、距離を置いて分布している。また、陸地からの栄養素供給が減っているので、栄養素はホットスポット周辺に限定される。つまり、全球凍結時は、スポット間の移動が制限される。それがなんで大事なの？各スポットの中で、独自に進化が進むからだよ。もしかして、ホットスポット一つ一つが分断された島みたいになるってこと？そう、こうなった時には、とあるメカニズムによる進化が促される。過去動画で説明したけど、覚えているかな？もちろん覚えてるよ。そう、ボトルネック効果だ。それそれ。集団が細分化されることにより対立遺伝子の交流が制限され、偶発性による遺伝子頻度の偏りができる。イメージとしては、ある小集団に遺伝子 A があるけど、ない集団も出てくる、みたいな感じだ。そして、各地の環境に合わせて、自然選択による進化が起こる。じゃあ、集団によって違う特徴が進化するかもしれないね。さらに、集団が小さいほど遺伝的不動の影響を受けやすくなり、同時に中立な変異が蓄積される。そういう話もあったな。要するに、分断されると、各地で独自の進化が進むんだね。これが数千万年間続く。しかも一度全球凍結を脱して攪拌されたことも、ポイントが高い。それだけ時間があれば、遺伝子が多様化してもおかしくないのかな？まだ多様化の起爆剤がある。遺伝子の交流だ。全球凍結は、第1回の時と同じく、火山活動による温室効果ガスの増加により、地球が温暖化したことで終了したと考えられている。あるいは、宇宙線量が減少して、曇りのち晴れになったからかもしれない。何にせよ、氷が溶けたなら陸地から栄養素が供給され、移動制限は緩和される。あ。そう、独自の進化を遂げた生き物たちが出会うことになる。水平電波や食作用、異種間交配など、遺伝子の交流が起きる。これにより、遺伝子の新たな組み合わせが生まれる。なるほど。同時に起こるのが、適応放散だ。何それ？単一祖先が様々な方向に多様化する現象だよ。新環境へ進出した生き物に対して、再び自然選択が働く。現代のような環境だと先住者がいて、生態学的地位をめぐる競争が起きるが、全球凍結終了直後は先住者がまだ少ない。だから速やかな多様化が起きたと考えられている。そして、5.75 億年前に、エディアカラ動物群は最大の多様化を見せる。アバロン爆発だ。だから、エディアカラ動物群みたいに、攻めた形の生き物が生まれたの？正直、この説明がどれだけ多様化と結びついたのかわからないよ。ただし、今説明したこと自体は、起こるべくして起こるものだ。全球凍結、というより集団の分断化は、異常の機械的な進化プロセスを進める要因になる。これが地球規模で起きたのだから、生き物の多様化を招いたのでは？と考えられているんだ。全球凍結って大事なイベントなんだね。地球が凍った上に、変な生き物まで作り出したかもしれないんだね。
まだまだ検証分析待ちの部分が多いけど、こういう説明もできる、という感じかな。第一次全球凍結でも同じことが言えるけど、微生物の時代だったし、多様化の結果はよくわからないよ。ではここから、エディアから動物群が抱える2つの謎について見てみよう。まず、エディアから動物群の末裔がいるのかどうか問題だ。え、どういうこと？エディアからの生き物たちは、現代の生き物とも、カンブリア紀以降の古生物とも、あんま似ていない。確かに、独特の形してるね。そう、進化の流れから外れたかのように見えるんだ。現在の生き物たちの祖先なのか、いろいろな研究者を悩ませてきた。ついには、アドルフ・ザイラッハーはエディアから動物群を、ベンド動物群と分類した。名前が変わっただけじゃないの？エディアからは地名だが、ベンドには分類の意味合いがある。つまり、系統的に、ベンド動物群の子孫は残っておらず、それ以外の他の生き物たちがカンブリア紀以降に残ったと考えたんだ。じゃあ、エディアから動物群は途絶えちゃったの？いや、本当のところはわからない。それに、現代の生き物と共通する特徴も、実はある。例えば、左右相称のボディープランだ。ボディープラン？要するに、体の作りだよ。例えば、前後、背腹などの軸があるかや、左右、球などのように、ある線や点に対して相称性を持つかどうか、あるいはそうなっていないかなどだ。左右相称とは字の通り、体の左右に同じ構造を持つことだ。キンベレラは左右相称のボディープランを持っていたことから、古生物学上、重要な存在となっている。他の生き物は持ってなかったの？例えばシクロメデューサは、クラゲみたいだと言っていたよね。それはなぜかな？え、だって丸っぽいじゃん。そう、現代のクラゲたちも、上から見ると丸い。そして、体の中心から放射状に同じ作りの部位が広がっている。わかりやすいのは、こんな感じのヒトデだろう。あ、5本の腕が中心から広がってるね。ある中心点から同じ構造が繰り返し使われているようなボディープランは、放射総称と呼ばれる。トリブラキディウムだと、3つの繰り返しだ。今で言うと、ヒトデやウニなどの棘皮動物、イソギンチャクやクラゲなどの四方動物、クシクラゲなどの有節動物も放射総称を持つよ。確かに、エディアから動物群には左右がわからない生き物が多かったね。ツボ型の生き物たちも放射総称に近いだろう。もっとも、どれが左右総称か放射総称かは意見が分かれるところだけどね。左右って、そんなに大事なの？左右総称だと、移動効率を上げやすいんだ。だから左右総称の獲得は生命史上の革命であり、重要視されているんだ。そういう理由なんだね。他にも、エディアから動物群には、原生生物と共通する重要な特徴がある。骨格だ。骨格？柔らかそうな生き物ばっかりだけど。体の形を保つ構造のことで、硬いかどうかのことじゃないよ。人や鳥などは内骨格を持ち、昆虫などは外骨格を持っているね。そして、エディアから動物群は、確認される中で最初の、骨格を持った動物群なんだ。キンベレラの殻が注目されるのは、こういった理由でもある。そうなんだね。でも、それは重要なことなの？骨格があるということは、所定の位置に筋肉がつくことにつながる。筋肉があれば移動性が高まり、餌や交配相手を探すようになる。そして、それらを感知する感覚器が進化し、その情報をまとめる場所、脳が生まれる。つまり、骨格があるということは、複雑化へつながると考えられている。あ、そういえば、ハウゲアには筋繊維があったんだっけ？そう、さらっと流したけど、今なら重要な発見だったとわかるはずだ。じゃあ、左右相称動物も、骨格を持つ生き物も、エディアから木にはすでにいたんだね。そして最近の研究ではディッキンソニアの化石から、動物特有のバイオマーカー、コレステロールの分子骨格が見つかっている。ということは、体の成分で見ても、現在の動物と共通していることがわかる。あ、本当に動物だったんだね。もっとも、バイオマーカーをどのくらい信用するか次第だし、まだディッキンソニアでしか見つかっていないことに注意だ。エディアから動物群が今につながる生き物なのかはわからないし、ヘンテコな形をしているけど、こうしてみると、妥当な進化の順序を歩んでいる。ただし、大きな違いもある。エディアから動物群から、顎が見つかっていない。顎？そして、襲われて怪我をした形跡もないので、捕食、非捕食の関係はなかった、と考えられている。そのことから、生物界最後の平和な時代、エディアからのその、なんて言われるよ。最後の時代ということは、これ以降は食われるの関係が見えてくるということだよ。では最後に、二つ目の謎、化石の出来方と、ストッキング実験について解説しよう。ストッキング？まず、何が不思議かというと、エディアから動物群の場合、多くの化石は砂岩から見つかる。これが奇妙なんだ。え、そうなの？まず、エディアから動物群の化石は炎症化石といって、動物をかたどった跡が保存されている場合がほとんどなんだ。硬い骨格を持っていなかったから、鉱物化しなかったんだね。型を取ったような感じなんだね。実は、エディアから動物群のように硬い骨格を持たない生き物の化石が、砂岩から見つかることは、他の時代では滅多にない。
クラゲを想像してもらえればわかりやすいかもしれない。硬い骨格がなければ、分解されて形がすぐに崩れてしまう。そして砂は粘土や泥と比べて大きく、水の流れがあるところで堆積する。だから、もし死骸が砂で覆われても、すぐにその砂や死骸は水流で運ばれてしまい、跡が残りにくいんだ。つまり、砂岩に柔らかい生き物の化石が存在することは、不思議なことなんだ。普通に考えたらないはずのところから、たくさん化石が見つかってるんだね。そう、なぜ砂岩に化石があるのか。これが二つ目の謎だ。あるはずがないのに、ある化石なのか。この謎に対して、ピーター・ウォードとその学生たちは、珍妙な実験を行った。まず、バケツに砂を入れて、海水で満たす。そして、クラゲの死骸を砂の上に乗せ、死骸の上から砂をかける。死骸が砂の上に落ちて、砂に覆われるのを再現したのかな？そういうことだ。そして数日後、クラゲの跡が残るか確認した。なお、数日経てば、クラゲは腐って消えてしまうよ。結果はどうなったの？案の定、跡は残らなかった。その時、ある学生がひらめいた。なんと、ストッキングを使ったんだ。ほえ？砂の上に、ストッキングを敷き、その上に死骸を乗せ、砂をかけた。意味がわからん。その結果、数日経っても細かいところまで跡が残ったんだ。そうなんだね。でも、ストッキングを使って何の意味があるの？一見意味不明だが、実は興味深い示唆を与えてくれる実験なんだ。これはつまり、ストッキングのような細かい網状のものがあれば、その下にある砂の堆積物についた跡が保持されることを示している。こうなれば、上からかぶさった砂が流されてしまっても、再び死骸の跡に砂が溜まる。問題は、ストッキングがあったかどうかだ。あるわけないでしょ。そうだね、もちろんない。だが、似たようなものならあったんだ。当時、海底に広がっていた微生物マットだ。あ、最初に説明してたやつだね。そう、微生物マットであれば、ストッキングの役割を果たすだろう。ただし、そうなった証拠はどこにもない。あくまで、砂の上でも化石化する道筋はあった、ということだよ。そもそも、ストッキングを使おうって発想がすごいよね。当時の環境をよく勉強していた、優秀な学生さんだったのかもね。さて、この辺で、今回の話をまとめよう。今回は謎の多い動物たち、エディアカラ動物群について解説したね。変な形した生き物だったな。彼らが生まれた理由は、全球凍結によるボトルネック効果。その後の自然選択、遺伝的不動、中立な変異の蓄積と、解凍後の交流、適応放散が原因だという仮説がある。でも、話の流れ的に、エディアカラ動物群は絶滅するんだよね。そう、姿を消したと考えられている。ただし、後世の生き物とつながりがないかと言われると、それはわからない。実際のところ、原生動物にも見られるボディープランを持つ生き物もいたね。エディアカラ動物群が姿を消した理由などは次回以降に解説しよう。もしかしたら、新たな動物群の台頭が、関係しているかもしれないし、してないかもしれない。一体、何マロカリスなんだろう。では、今回はおしまいにしよう。ここまで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白いと思ったら、高評価やチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは、また次回お会いしましょう。また見てね。